チーゴリ、本名、ロドビコ・カルディダ・チーゴリは、イタリアの画家、彫刻家、建築家、詩人である。マニエリスムからバロックに移る時代の美術家である。トスカーナのエンポリ近くのチーゴリで生まれた。13歳で、フィレンツェの画家、アレッサンドロ・アローリの工房に入り、4年間、働いたが、病気になり、しばらく故郷に戻った。回復後、舞台芸術家、 建築家のベルナルド・ブオンタレンティの工房2579年頃に移り、画家として働き、建築を学んだ。ブオンタレンティの工房では、サンティ・ディティートと知り合い、サンティの工房に移り、サンティを通じて、ミケランジェロや、その追随者のスタイルを学んだ。1581年頃に、フィレンツェのサンタマリアノベッラ教会の大回廊に、壁画を描いた。 新しいスタイルを開いていたフェデリコ・バロッチの作品を1587年から研究し、1590年代後半の作品には、チーゴリもバロック様式の創始者の一人とされるスタイルになっていた。1603年に、フィレンツェの学術サークル、クルス科学会、アッカデミア・デラ・クラス科のメンバーになった。 1604年4月から1613年まで、弟子の序盤にビリベルティとローマに滞在した。サンピエトロ大聖堂のファザードの制作の仕事に、選ばれることをカルロ・マデルノと競って、マデルノに敗れたが、教皇クレメンス発生への注文で、多くの建物の壁画を描いた。天文学にも、興味を示し望遠鏡で空を観察し、ガリレオの友人になった。弟子や影響を与えた画家には、 クリストファーのアローリア・ジョバンニ・ビリベルティ、ドメニコ・フェッティラがいる。ありがとうございます。